あっちから別の怪しい木が近づいてくる。前から2番目に飛んでいた妙なやつ。ご覧のように私はあなたたちのドラゴンボールとやらを集めている。さあ答えていただきましょう。私に永遠の命をいただこうと思っています。惑星ベジータは巨大な隕石がぶつかって消失したのではない。あの時点で手を打っておく必要があるとお考えになった。そしてこのドラゴンボールはあなたたちに差し上げます。ありがとうございます。すげえ。ここがふるさと。行くぞ。待ってろよ。今こそ100倍重力にも耐えた修行の成果を見せてやる。